スミ、どうしたんだよ。何か悩み事か。あのね、アリサ、ハロウィンって魔女が出てくるでしょ。もしも3つだけ願い事を叶えてあげるって言われたら、なんてお願いしようかと思って。それを真剣に考えてたのか。だってお願いすることいっぱいあるんだもん。毎日キラキラドキドキできますようにとか、ポピパをもっとたくさんの人に知ってもらえますようにとか、ポピパのみんなとずーっと一緒にいられますようにとか。最後の恥ずかしいことさらっと言うなっつーの。